皆さんこんにちは。アカンですよ。ようって今日はですねこの白いクロコの性能紹介っていうのをしていきたいなと思います。まあ、この子はハードコートでスピードタイプとなっていてリーダーにするとスター属性のみ移動速度がプラス3%なんでまあ割と速くなりますと。でこの子常時クイックムーブを習得していてスタミナが緑とか特殊状態中であれば体力が継続的に回復するよっていうものであったり、まあこの子はレベル1とレベル2のエースがあるんですけど、まあレベル1 s s は25%ぐらい消費するやつです。これを打った時にスタミナ75を回復して40秒間 状態となるテレポートトショットってやつを打つ打ことができますこのテレポートショットどういうものかって言いますと、この下のとこ見てほしいんですけど、吸収によって相手コートの様々な方向から打球するショットっていうことで、まあこれでね、ボレーとか、スピンとか、スライスとか、ロブとか、まあそういうのを打ち上げてあげることによって、まあいろんなところから打つことができるんで、相手が嫌なように打ってあげると強いんじゃないかなと思います。で、また説明戻るんですけども、この子レベル 2SS、まあ普通に100%の時に打ったら、スタミナが200回復、そして SS ゲージが プラス30で、まあ40秒間得意状態になってテレポートショットで撃てるよっていう感じになってるんですけど、まあ、普通やったら SS ゲージプラス30%なんですけど、相手が女性キャラならさらに SS ゲージプラス5%なんで、まぁ、あ、35%戻ってくると。ただ、ミサカミコトがと戦ってる時はですね、SS ゲージがマイナス20%されてしまうのに10%しか乗らないんで、まあ、もし戦った時はちょっとだけ注意していただけたらなと思います。で、この子得意状態中の効果何かって言いますと、まあ、スインゲレがプラス15%で移動速度プラス 15%で縮小凍結がまあ効かないというものになっていて、まあ、スタミナ以外のパラメータがプラス30%なんでなかなか走りが速いキャラとなっております。 で、まぁ、あ、ポイントごと一回のみですね、だいぶ返球は可能なんですけど、決戦名みたいに帯があるわけではなくて、好きなところから、まあ、立体軌道みたいな感じでファって返すことができて、かつこれがテレポートショットになるんで、割とこれでも得点できると。で、スタミナが緑色で瞬間移動が可能なんで、まぁ、あ、これでも普通に取っていけて、まあ、SS 打った時に打球リープして返球するということで、まぁ、あ、これもですね、ダイブみたいな感じで好きなところからファって打って打つことができるとで、かつこれももちろんテレポートショットなんで、これでも得点していくと。ただし、SS を使用するたびに自身の S 増加量が減少していくんで打ちすぎるとっていうかまあ長引くと良くないみたいな感じですかねでプラスですね常時一部を除く SS ゲージ上昇とか自動蓄積とか増加量上昇無効化ということでまあドリンク取得時に SS ゲージがプラス3%とか交代後のポイント開始1秒間自動蓄積あと3ポイント取るまで SS 増加プラス25%まあこういうやつがまあつけても意味ないよって感じになってるのでそこは注意していただけたらなと思いますでこの子は先ほど言った通りだいぶがまあテレポートショットになったりスマッシュもテレポートショットに 変化いたしますでまあ結構走り早いのでボレー行って相手ロブ上げさせてみたいな戦い方になるんじゃないかなと思いますでこの子スペシャルを取った時にですねスタミナ200回復して s s ゲージがプラス30%するテレポートショットを打つことができるっていう感じになっておりますということで今からですねこの白い黒子と戦っていきたいなと思いますこのチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方は是非チャンネル登録してくださいはいというわけで一戦目やっていきたいなと思いますちょっと初手はマナで行こうかな マナに対して有利な性能は何があるかとりあえずちょっとやってみるか。これで肉出してジャスト出してスペシャルドカンしたら、てかこのロブのやつってあれやんね。このなんか前の方戻ってくるからワンチャン慣れとったら、慣れとったらとか慣れたら前の方で毎回取れる説あるよな。 相手、もうすぐ SS ってね。うわ、強くねその s e 字で毎回それできんのマジで。バケモンやと思うでいいけど。ちょ、一回、ちょ、一戦目はこの子使っていきたいなと思います。前回強くなってね。まあ、バケモン強くなったわけではあるんですけども。果たしてどこまで通用するのかって感じでね。よいしょ。いや、いやいや、<laughs> え、こんな、ガチ強すぎて無理なんですけど。やばくないマジで言ってるそんな頻繁にえげつないで飛んでくるいや危ない。飛んだよ。 え、なるそど、どうせ。あ、そうか。あ、この子だら、弾を遅くできるのか。それは、いいなと思ったけど、外出た時に、弾がは、普通に速くなるのね。<laughs> どうしたらいい本んだら。んだら、真ん中で部を打つべき。でも、後ろからやったら速いもんな。だから、やっぱ左右には振るべきなのか。だから、もし相手がレフコス持ってたら、それは注意するべきやけど、テレポートショットで、このなんか、重力ギミックというか、その、弾を遅くする領域が、の、赤い部分なんですけど、そこを抜けて打ってくるから、普通に速いんか。困ったな、これ。 いや、ちょ、これは、やうわ、マジかよ。<laughs> ちょっと待って、折り強いけど、どうしよう。<laughs> ガチ強やん。はい、というか、2戦目やっていきたいなと思うんですけど、え、ちょ、ちょ、強すぎて僕今、あの、口がポカーン状態なんですけど、これどうしたらいいんですか <laughs> エ <laughs> これ初手からさ、マジでさ、あの、SS 溜まるまでの間に、もう、激沈する未来しか見えへんでんけど、どうしたらいいんですかこれ、れはい,い、これ取ったら、相手はもう、あれやな、消える玉打ってこないと。あ、何それあ、普通にそうか、S1 の分と、1回ダイブできる分があるから、2回までは、だいたい飛んでくると考えておいた方がいいんか。まあ、あその特策として、僕は今回ね、この子を持ってきました。この子なら、時止めで、相手のエグい玉も止めれるし、SS も、自縛り SS なんで、何を、何をもできないと。 ダイブも瞬間移動もリープも何もできないから結構強いと。で、こっから3打球間こっから2打球間どっちか焦いだけど SS 含めかどうか忘れたけど、あの、これは何も移動できない状態なんで、こん時に攻めていけたら嬉しいよね。よいしょ。で、あれやね、相手が今バンバンしたから40秒間の特状態が終わった感じ。で、今はもう相手はね、自縛り溶けてるんで、まぁ、あ、攻め放題って感じではあるんやけど、こっちには時止めがあるんで、それで防御していこうって感じではあったんやけど、俺がちょっとね、無駄なところで時止めを使ってしまったがために今ちょっと失点したって感じやる、ね。いやばいんですけど、普通に。 やばいちょっとそんな普通にやられるといて。<laughs> ちょっと弱すぎるからそのその知ってる仕方弱すぎるから。<laughs> いや、ほんまに無理。ちょあ、いけな、ね、いいけな、ね、い。でもこれスマッシュも消えるんでしょっ <laughs> いや、ちょ、バカ強いね。いや、ちょ、もう一回アイリスで行かしてもらおうっていい多分ね、これサイリンアナゼとかでも自縛りかけれるんやけど、これね、かけるまでの間に、あの子って SS2 回打たないと自縛り付与できないんですよ。それ考えたら、まそれまでの間に死ぬ可能性がある。だから、アイリスの方がまだマシなんちゃうかなと思うんやけどな。いや、ガチで強いんやけど、どうしたらいいこれ。てか、また変なところで時とめ使ってしまった。<laughs> で、これあれや、な ロブ打ったら打ったでさ、めっちゃえげつないスマッシュ飛んでくるからさ、これはあんま打ちたくないけど、お、今取れてるよ。で、自信縛り SS ドオッケー。まあ、これをネットギアとか普通に捉えてしまうと、やっぱきついって感じやな。マジで SS だけが得点源みたいなもんやもんな。だからこれ、あの、幻想ロチャとかでやったらいけるんかな。あの、オバフロー状態中であれば、ま、ああの、ずっと移動できるわけじゃないですか。なので、それで攻めていくって感じなのかもしれないけど。 OK, OK. よいしょ。まあ、こっち、時と目が前があれば、こういう1回の保険はあるから。ただ、ま、あこっからどうなるかってことやんね。いや、ちょ、えぐ、そんな、一瞬でパーって、なんか前の方飛んでいく無理すぎんか。ちょ、ガチでやばい。しかもこれ、時止め10秒に1回って結構高いスパンやと思うねんだけど、それでさえもさ、追いつかへん、この、攻撃回数。マジで半端ないと思う。ちょ、これ、時止めある時はちょっと積極的に行きたい。これ、全部時止めで取れる範囲だと思うので、相手に消える弾はね。これ、ラッキーやね。 よし、これ頑張っていくか。ちょ、俺、幻想ルチャーもね、黒子も持ってないんで、そのタイミング見せることができないので、非常に申し訳ないんですけど、よかったら、あの、持ってる人、感想など教えていただけたらなと思います。一回スライスしてからの、オッケーオッケー。いいね。アイリスやったら、まあ、あのー、多分、相手側としては相当嫌だと思うので、多分、まあ、アイリス、 ととかサイリアンズも頑張っったらっていうのとあと、まあ幻想ルチアあたりが、まあ、結構希望あるんじゃないかなと思ってるんですけど、今、相手取られへんかったら、あれやからね、自縛りが3打球感効いてるからっていうやつでね、よいしょ、まあ、相手あでもリープ返球しなくても、その SS で弾消したりもできるんで、まあその自縛り効いてるからといって、まあ、安心しきるのはダメっていうところはありますよね、ちょ、これ1回ローブで返して、あらっきり、あ、入れ歯ギミカーのもいいね、瞬間移動に対して相性よかったりするから、アイリスには勝たれへんかもね、 で、まあ、この後も何戦かしてみたんやけど、やっぱ普通に強いよね。で、相手の消える、あの、ロブに関してはですね、前の方でこうやって取ることもできたりするので慣れたらよかったりはするんやけど、ま、あ普通にスライスとかでやられたらね、あんな前の方に待機してても意味なかったりはするんで、ま、ああの、ま、あそれ取れたところでみたいなところもあるんで、そこも結構きついし、あと、ま、これね、コンリアミノジでもう一回戦ってみたんですけど、ま、あ相手の体力結構枯れるんですよ。あんだけ、あの、特殊状態中3秒ごとに体力30回復するとは言えね。なので、相手の球が取れる。 取れたらいいんやけど、これがまあ慣れによって取れるようになるのか、相手の打ち方が上手くなるのかまあ、それがどっちに触れるかによりますね。まあ、こうやって結構体力が脆かったりはする。取れたらもちろん闇の王女の方が有利やけど、取れるのかっていうまあ、問題はあるかなとは思います。まあ、こんな感じで体力からせたらまあいい感じかなと思います。 で、まあ、最後にギアに関してなんですけども、あの子はですね、瞬間移動、リープ、ダイプなどで相手の球を簡単に取っていくことができるんで、まあ、このレフコスカリスが一番相性いいんじゃないかなと思います。まあ、持ってなかったらオラクロブラーハで得点力増やすでもいいかなとは思います。で、まあ、初めに見えた通りですね、この子は s s 増加量アップとか、交代後のポイント開始1秒間自動蓄積とか効かなかったりするので、それ以外をつけることになるかなと思うんですけど、まあ、今まで言ったらダメージ厳選とかお勧すすめしてたんやけど、まあ、あの子で別にね、多分それつけても10ぐらいしか変わらないんですよ。なので、それをつけ ので、あればま、あの子はスピードタイプのキャラとなっておりますので、スピードタイプで一番スインギレが広がるこの靴に、まあ、あの、スロットスキルもエリア広げるでいいんじゃないですかね。確か着弾点見えなかったなと思うので、まあ、着弾点つけたいのであれば着弾点のスロットスキルとエンブレも揃えるでもいいでしょうし、まあ、それは自分の好きなようにカスタマイズしていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。 バイバイ。